こちらはアナログリモートセンサーのデモ機です。出力部と伝送部、伝送部には即音抵抗体と、もう一つの伝送部にはロードセルが接続されています。出力部と伝送部を対抗させると非接触で電源供給と同時にアナログ信号の伝送を行い、表示器に表示させることができます。即音抵抗体の場合は、触っていると暖かくなりますので、アナログ信号の変化が見て取れます。またロードセルを接続した伝送部を近づけて、同様にロードセルのを押し込むと、荷重のデータがアナログ信号で見ることができます。